辻人なりの恋愛小説。世界文化社が発行する男性向けファッション雑誌、メンズ EX で1999年4月号から2000年5月号まで、黄金の寝室のタイトルで連載され、過失、訂正して同社から2001年に刊行された。高青年と、周囲から呼ばれ婚約者もいる豊かが、謎の美女屈子と、台湾国で出会い、互いに惹かれ愛王政を重ね、 そして別れ、25年後に、劇的な再会をするまでを描く。累計発行数は2016年3月時点で、単行本と文庫本合わせて契約100万部。2002年11月に、雪貞勲の監督、坂本隆一の音楽、和田恵美の衣装、中山美穂と大沢隆雄の主演で、フジテレビ制作、全国東方系にて映画が公開される予定だったが、 クランクイン直前になり、監督の行程が降板し、一度は白紙状態となった。その後2008年に中山美穂主演という形は変えずに映画化されることが発表された。監督は韓国人のイ・ジェハンが務め、2010年1月23日全国、約180スクリーンにて公開された。配給はアスミックエース。 公開2日間で、工業収入約1億3000万円を記録し、公開1ヶ月で、観客動員数百万人、工業収入10億円を突破。このヒットにより、中山美穂が、居住先のパリから急遽帰国し、大ヒット5例。日本横断街戦舞台挨拶を、東京、名古屋、大阪、福岡の4都市8劇場で実施、東京、 丸の内東映にでの最終回ではサプライズで西島秀俊も登壇した。2010年6月25日にはアミューズソフトエンタテインメントより DVD 及びブルーレイソフトが発売されオリコン DVD 総合チャートで9位同映画チャートでは1位を獲得した。中心人物その他の人物2010年6月25日発売。発売元はアスミック。 富士テレビジョン、販売元は、アミューズソフトエンタテインメント。ありがとうございます。